奥六軍は、律令制下に、道の区国中部に置かれた伊沢軍、江差郡、我が軍、志和軍、冷え抜き軍、岩手軍の六軍の総称。現在の岩手県欧州市から森岡市にかけての地域にあたる。道の区国は、山和朝廷の勢力圏の北端に位置していたため、時代によりその範囲は大幅に異なる。奈良時代の終わりまで、山和朝廷が、 実行支配していたのはほぼ現在の福島県、宮城県の範囲であったが、坂の上の田村麻呂を指揮官とする朝廷軍の進行により、9世紀初頭には大和朝廷の勢力は現在の岩手県に到達し、802年に陳守府が伊沢城に移される。その後、大和朝廷の勢力は順次北上し、10世紀半ばに岩手軍が成立して、 奥六軍が完成したと考えられている。十一世紀には、欧州安倍氏が、大和朝廷から、六家軍の死と呼ばれる地位を与えられて、この地域に大勢力を築く。しかし、安倍氏は、川内源氏の源のより地か、出脇尾原氏との交争を滅亡する。南北朝時代には、源義家の公営に当たる足利氏が、市和軍に進出、ばしを名乗りその流れは、 室町幕府三管領筆頭となった。現在では、岩手県を南北に流れる北上川沿いの北上盆地のうち、南の端の旧岩井郡を除く地域にあたり、稀に北上平野とも呼ばれる。現在、北上盆地の南の端には、北上平野と低い山地で分けられる西岩井郡と北上盆地から外れる東岩井郡があるが、これらは明治時代初期に旧、 岩井軍を分割したもの。欧州藤原市の本拠地、平泉は、在地勢力の本拠である奥六軍と、道の区国二賀城を背景に、朝廷勢力の強い仙台平野とのつなぎ目にあたる、軍事的な要衝の消盆地、西岩井軍にあった。そのため、奥六軍という場合に、漠然と、この西岩井軍も含めることがある。ありがとうございます。